こんにちは。残り4問かな。あ？何今の？何今の？リスタート押してないよ。なるほど。これが押されると何があんの？ここが開く。これを手元に持ってきたいかな。あー、ダメかも。ダメか。あ、E ボタンと間違えてリセットしちゃった、今。なんか、本調子出てないな。スタート地点にある箱を使うわけではないんですかね、これ。いや、使うんじゃない？スタート直後のあのボタンって押され続けてれば、二人目は少なくとも、この箱を持ってくることはできるはずだから、これちょっとどこのタイミングかわかんないな。まだ最初にやることじゃないね。多分どっかでこれを自分が押しっぱなしにして、入る直前かな？入る直前にあれを押しっぱなしにすることをやれば、あの箱をこっちに持ってこれるから、こっちの部屋で箱が2つあると、なんやねん。これだからここに置いてあそこに置ければ勝ちだから、箱2つはあればええやんねえの話やね。あとはこれ、あいつ死ぬな。そっか、この時間ずっと頑張んないとダメなんだ。ちょっと今のは、俺これをここで持ってたら防げたんじゃないの？じゃあ、ダメだ、そういうのないんだ。じゃあゴール前で、ここでひたすら待機を何十秒かやってないといけないんだね。それはもう逆算して何をするか求めないといけないんだ。箱をここに持ってきました。逆再生の最中にここが渡れるのかどうかがちょっとよくわかんないんだよな。多分戻れるでしょ。だからあそこにある箱持って戻ってこれるっす。持ってきた箱はここに置ければいいので、なんか、できそうだよね。ただ、めちゃくちゃ待つだけ。ここで今の作業ができるだけの時間を逆算した上で自分が飛び出すより前にゴール行けばいいよ。バヤークリ欲しいね。一旦行ってみようか。自分のキャラクターが回転することによって軸がちょっとずれるのよ。180度回転するわけじゃないから、この押してる間微妙にこうずれていくからね。ちょっとその辺はパズルには向いてない動き方だね。箱拾うよ。OK。難しいものではない。なんか5秒スキップみたいなボタンが惜しかったかもな。02。ここに2つあって。でもこれ上だけ塞いだら通れそうではあるけど、箱があって、これを押すとあれがああなって、僕はゴールに行くけど、ゴールのボタンを押すやつは誰だ。これはこれで向こう側から出るんだ。向こう側のあれを切るのがこれで、あ、切ってないけど、あ、なんかボタンあるね、あそこに。あそこのボタンを押すと、あっちが切れてあっちがオンになって、だからこの直線上にいるのがもうダメになって、向こう側からあっちにかけてきて、ここを通るために箱はこっち側から取れないんだよな。いや、取れるのか。これがどうでもいい箱で、壊れちゃった。乗ってる判定はなんだ。あ、でも今までの挙動が、そのレーザーが来ちゃってるとアウトなんで、下に落として、下に落とした状態でこれをやって巻き戻す。ピンときていいな。死ななきゃいいんだけど、多分死ぬんだろうな、これ。これが上がるタイミングで私はこの直線を通ってるっていうか、スタートしてるのがそこだもんだって。死にますね。だから、ここをジャンプで常に飛び越え、いや、一番最初まで戻られると死ぬんだよな。スタートしてここだから一番最初まで戻られると死ぬけど、これが空いてる状態箱って、これ大丈夫なんだっけ。箱って死なない箱か。この箱ってレーザー大丈夫な箱だよね。ダメだった。オンオフを切ってくればええんちゃいます？いや、でもあそこって、なんか俺、ダメな気がするな。箱を一つ持っていや、意味ないな。え、いや、これ押して、レーザーが時間軸に沿わないから、あの足場が上に登った時に、あの足場が上に登る、じゃこれを登った後にこれを踏んでるんだけど、これを踏んでる時にもう絶対あれ食らうので、あのスイッチをオフにするか、これをプレイヤー以外が踏むかなんだけど、なんかアイテムが別にないし、これを押したら上に登る。結局全部ここだな。ここのボタンを、これを押してからあれを押すっていう手順にしてると絶対ダメージ食らうので、それを避ける方法がない。やっぱあのレーザーをさ、オフにして通る方法を見つけるんじゃないの？あれってでも多分これと高さ同じだよね。頭ぶつけるやつだよね。あそこに箱が運べると、なんかここに箱を置いてジャンプするっていう方法は取れるんだよね。そもそもここがいけないのか、それって。それは塞がれてるのか。わかんないな。向こう側でスイッチを切り替えて、あれさ、スイッチってダメだ。いやー、どうやってこれその向こうから出てきた時にこのブロックをここに置くことが重要だったのかな。これが消えるまでのタイミングでやればいいのかな。だから逆なのよね。ああ、でもそれって変な話か。そもそもあれが落下したあれが上がってからここ踏むだから、今ここをブロックがある状態からこれを踏まないといけないみたいな話になってない？あ、なんか全然わかんないね。うわ、マジ。これ逆だったら飛べんのかな。いや、そんなことないよね。いや、今のは別に土下できたところでそんなに。うん。スピードではないよ。あれ？これ普通にわかんないやつだ。なんだこれ。そんなわけないよね。いや、まあできるけど。いや、あのスイッチをもう一回押しに行くでほぼ確定だっていいと思うよ。ただそれをするために何かできんのかなだよね。そしたら向こう側でスイッチがオンの時オフの時、いやあんまり意味ない。この箱を向こうに持っていったとしても頭焼かれて終わりなのね。あ、なんか全然このステージの意味が、方がわからん。箱ってどこ行った？ああ、あそこに置いてあるんだ。じゃあ戻れないな。うん、こんなわけないもんね、だってね。あれでもちょっとまともな解放が全然見つかんないな。あのスイッチをまあオフにする以外ないんですけど。押してよ。何してんのあいつ。ちょっとわかんないな、これ。なんか、全然想定した答えではないよね。なんだったんだ？わかんね。すいません。ちょっとピンとこなかった、こう。絶対別解です。まあ、その、最終ステージだからなんか、すごいトリッキーなアクションを求められてもおかしくはないんだろうけど、ちょっとあまりに理不尽なんであれは、ちょっと変だよな。これを押すとなんかここに、落下マークみたいなのでも書いてあるとわかりやすいんだよね、これは。なんこの矢印。乗れないでしょ。ああ、板あった。見えねえ。板があって、時間軸に合わせて板を戻せばここから飛べて、あの箱取れて、向こう側には俺が行く方法がない。ここの上には乗りたいから。この板を逆向きに飛ばして、最初にどっちや？こっち側はこの箱に乗れれば乗れるんだから先に向こうだな。こうするとあっちに飛んであれ取ってあの辺わかんないですね。でそれがあればこれ落としたやつで逆走できてあれが取れるから2つ箱取れて溶けないやつをそこに置いてなんか道ができるのかな。であっち行ってあそこに置く。まず飛ばないといけない。あ、じゃあこれ操作逆だったかも。こっちを先にやりたいんだから、こっちが最後にならないといけない。俺が準備するのはこのぐらい？ああ、出口が違うんだ。これ取って、これ取って、この上あんの？この上何これ？あ、わかんない。この空間のアセットにあれがついちゃってんのかな？いらないよね、あれ。で、溶けるやつを、じゃあ溶けないやつをこっちに置いて。はあ。あれ？じゃあこのプレイヤー、あいつはあいつで取りに行かないといけないのこれ。しかも1回なんだこれ。ん？よくわかんない。この辺なんかよくわかんないんだけど。ギリギリ、時間ギリギリ楽しいゲームになってんのこれもしかして。いや、そんなことないよね。これそこに置いて、ここにジャンプする時間の余裕なんて絶対ないよね。この空間になんか、置くためのステップが必要だと思うんだけど、これを逆にすれば置けるから、でもここでこれを倒したってことはこっちに倒すのすん？でも俺が倒しても間に合わないでしょ。だから時間の向こうの子はこれを、でもこっちの時間はこれこっちに倒すしな。ゼロ時間になってからこれをそっちに倒しても間に合わないしな。なんかここに立ってるのにあそこであれを倒す操作をするやつが待ってないといけないの。あれだとなんか飛ぶ順番逆なのか？いや確かにこれだけ取れればいいんだけど。すっごいよくわかんなくなった。これってもうあのボタンが飛べないじゃん。この物体用の時間の使い方が分かんないんだよね。でも片方の時間でこれ2つともオンオフ入れるのはダメだし、これを押すとあれが足場がいっちゃうでしょ。あのボタンを押すとあれ足場がいっちゃうでしょ。こいつの時間の向こう側の人のいかなる操作もこれはもう動かせないから、向こうからあれがレーザー飛んできてんのがちょっと謎なのか。あのレーザーの意味、ここにあったものを燃やす。だからブロックでこれが倒れてるのを時間経過でこのギミックたまに2回目か。それはなんか時間軸関係ないギミックだもんね。うん、最後これがあの2つかな。で上に行くんだけど、この下にあるそれは何ボタン？あそこに入れ、あと上になんか赤いのがある。そこになんか入ると上のあれが切れるからゴールに行ける。銃があってまずあの場所に行く方法がない。これ何？ボール？これはこの方法でいいのか。でこっち来て銃があって打つものは白いやつで、いや違うのかな。ボールが転がると、ボールが転がってくとここに入って入るとあれがオフなのか。一番最初にボールをやりたいんだじゃん。あ、じゃあ一番最初だから一番最後にボールを転がす。だけど銃であれをとかないといけない余裕は必要。あれでもボールってさ、ボールを転がす時間って裏側じゃない？で見えねえ。あ、黄色いのが上に行っちゃった。だったらこれをでもこれをやるけど、だから手前のあの箱がこれで溶けるように下に箱を置いとこうね、なんだよな。混乱する。逆再生で考えなきゃいけない。箱が、ゴールは、束を転がすときに、この2つが落ちててはいけなくて、いや、まあ、こっちはいいよ。これを下に置いて、まずまともな順番で考えな。の箱を下に置いてこのスイッチを踏んで、であの玉が転がってきて、その前にこのレーザーで下の足場のやつを切って壊しておくと通ってって、で上のが切れたらこっち側の足場で登ってねを逆で考えればいいんだけど、銃あれだな、こっち側から撃ってもいいんだな多分。今までの流れを逆でやると最後にこれを押す。だから一番最初にこれを押して、で次にやったことはこれを溶かす。そしたらあと一応時間の余裕とかか、あれを打たないといけないから。いや違う、どっちかというとこれ、いやいいはず、いいはず。あれで打ってこれで溶かしてっていうところで待ってあげないといけない。下のあれを溶かしつつ打つ。でできたら転がす。違う、これが落ちてるとダメなんだ。あれこれ一番だからどこ、転がす処理うんぬんが全部行くまでだから、本当に一番最初にこれを、違う、これはずっといちゃいけないんだから一番最後だって、逆だ。あれが一番最後で、それ以外はだいたい今ので良い。忘れたよ。あれ忘れたよ。これで壊す。置いとく。落とす。でここでしばらく待つ。ここで銃であれ撃って、これを、あ、こっちでこれ踏む必要なかったじゃん、何してんだ。あ、でもなんか変だな。上に登るのが目的でしょ。あれなんか、あそこの足場を、あ、これボールを落とすタイミング今じゃないな。板で支えてないといけないのかな、これ。で、俺上登っちゃう、打たれるな。いや、一旦そこの足場乗ってはいいんだけど。上からあれを打つのが正解？球止めてて大丈夫だっけ？やったことない。球って、いや、それだったらこっち側から打っちゃダメなんだよな。あれ球を転がすタイミングがどこなんだじゃあ。あそこのあれが下に。落ちるよりも前に球転がさないといけないから、時間軸逆にすると、あ、これが落ちるタイミングですごい、どこなの？れが落ちてる状態を作ってたらいけないでしょ。束を転がしてその後にこれを落とすという順番なんだけど、やっぱこれ開始直後でいいんじゃないの。いやダメだ、これに俺が乗ってるっていうのをやろうとするとダメだから、あれおかしいな、これを落として俺がここから乗れるよねっていう状態がある上で弾を転がすとかっていう処理をして、この辺にあることを全部片付けてからあそこに乗るっていうふうに考えてると、絶対あれが妨害するってことになっちゃうね。だから一番下に2つとも落とすのがもう不正解じゃない？この箱で2つ支えられればいいんじゃないか、できるかな、まず。これって支えちゃんとできるのかな。なんかせめて下をグリッド状にしてくれ。アセットだから仕方ないけど。これ取れますか私。あ、取れるんだ。だから2つともまあ足場にしとくはできなかないんだね。だけど取るともう片方落ちるので、ダメだ。逆再生で全然考えられないこれ。おおよそやることは掴んでるんだけどな。この一つのブロックで二つを支えることって無理だよな。それはあまりにもいいパズル的だよな。ただこれちょっとやっていかないと分かんないな。なんかもう分かんねえや。いやでもこれが落ちちゃダメなんでしょ。今この時間に弾を転がすっていうのを裏でやっててほしいってことになるよな。この時間が弾をやる時間。で、こうして。一応時間とっとくか。あれ打って。これ焼いて。わあ、ストップストップ。でもどっちにしても今のって私は上に登る手段がないんじゃん。これ焼かない方がいいのか。ただ取り出すだけの方がいいの。この時間であれやこれやする。今初めてここに乗れるようになる。もう玉についてあれこれする時間は今終わったので、あ、取れなくなってる。取れないか。ああ。そこのこと全然頭に来ないわ。この前通っちゃいけない俺は。ん？今やってるのでもなんか正解にはならない気がしてる。あ、プレイヤーがこれを踏むのを、あれ？これをプレイヤーが踏むをなんで考えなかったんだろう。弾が必要なのはあの2つが落ちる前、いやこれ弾が落下してる状態を依存しちゃうから意味なくね。弾ってこっちの世界で落下させちゃダメなんですよね。だってそれは時間ゼロに戻るまで弾があそこに存在し続けるから、あの弾って落下したままでしょ。あれ固定だよね。あれ？あの玉って何？なんであれ上に戻んないんだ。え、どういうこと？あの玉って時間に依存しないやつなの？知らねえよ。だからあれは別に表時間で打ってても良い。まあだから表時間でこれを踏むで別にあっちゃっちゃ落下してるから、台を裏の時間で台を倒して。それからこれを押すと、いや意味ないって。だって弾が落ちてんだもん。ん？弾はやっぱ裏の時間で押すやつで、あそこ壊してからこのボタンを表の人が押すと弾落下して落下しっぱなしになってるから裏行っても意味なくて。今これどっちだっけ？あ、今これ裏か。またちょっとね、仕様の理解が及んでない俺の中で。時間に関係ないね。の弾は状態を維持するやつだから、まあ、裏で押すの確定で。だからやっぱ裏側であれが転がってくるための道を作ります。作ってから俺が上に登る方法を見つけます。上に登るためには、弾が転がる道を確保しながらも、あの台が下にあることっていうのが条件なので、あの台を自分が登れるようにしつつも、道を遮らない仕組みが必要だよねっていうのはもう分かってて、分かってるのに分かんない。なんかこの辺さ、この辺の最終4問ってなんか、何何か分かんないな。知らないことをやらせるステージなのか、今までの応用をやるだけのステージなのかが分かんねえな。これはできるけど、これは答えじゃないでしょ。これは答えじゃないよな。ああ、俺が乗れないもんだってこれ。おいおいおい、マジか。今のでもクリアはできるけど、絶対想定外じゃないから気持ち悪いな。ギミック全部無視。弾が転がるんだから一番奥に置かなければいいじゃんっていうのはそれはそれであるけど、むずっ。いや、まだまだ方法考えよう。束が転がってくるのはここですよ。まあ落とすけど通るってことはないよね。上に登るのってさ、0時まで行った後だったらまたボタン復活するよな。ひたすら待ってればよかったのかな。この2つ上がるまで待ってればよかっただけじゃないこれ。でもそんなことある？あれ？それだとレーザーを使う意味はないけどな。消えた。箱が上に持ってかれないようにちょっと待ってないといけないかな。違う違う。そうすると上に登るやつがないんだ。なんか一個だけ最後の最後まで残してればいいのか。最後これに乗れれば勝ちで、この時間をずーっとボールを持ってくのに当てがって、あ、違うよ。右の箱を落とさないっていう解放になっちゃうよな、それだと。でもこれは戻っていい？いや、この後俺がどうやって上に登るのがあるじゃん。あれ、俺これに気づかなかったのかな。これ2つなくても1つで上に登れるよねっていうことに気づいてなかったのかな、ずっと。マジ？レーザー使わなくない？だったら。いや、今この箱を持ってるのが別にいらない。え？あれ？じゃあ、ここを一マスで登れるよねも想定してるわけではないのか？あれ、すごいね。答えだけがただ見つかってない。答え以外のものを2つ見つけたけど、マジ？ちょっともやるな。もう最終チャプター2も4もなんかもやっちゃったね。まだあるのか？いや、これ順がおかしい。いや、箱はあそこに置かれてるから大丈夫だな。基礎連が分かんなくなってきた。箱は移動しない。なんか勢いが足りないみたいなこと言ってるのかな、このステージって。今のが解けないのは変だね。とかなんか終わったと思ったけど、全然まだ終わってないのかも。めんどくさ。ん？どういうことだ？その最後のやつって別に時間軸反転でもないもんな。ある時間軸まで急にワープして正方向に動いてるっていう感じだから、なんかゲームのコンセプトとこのエンディングは食い違ってる気がする。なんか最後のあたりよく分かんなかったね。一番最後になんであんな変なギミック仕込んだのかの謎だし。廃棄場だ。これなんだ？この箱は。この箱ってまだ見たことないね。なんだこれ。うんと？実績を見てみましょうか。あと1個取れてない。なんだろう。トゥルーエンドってやつは取ってないね。自分が、一番最初に自分を撃たずに進めばトゥルーエンドになってたってことじゃない？まあ、それは、ここからやるのは酷なんで、まあ多分そういうことでしょう。2周しろよってことでしょう。パズルゲーム2周させるのは意味ないけどね。何の意味があんだそれ。楽しくないじゃん。まあ好きに選んでよって感じか。最初に打つか打たないかは。チャプター選択がせめてあればな。それもできたんだろうけど。というわけで、荒削りながらもでも面白かったね。少なくとも、どうだろうな。この前にやってた、名前忘れた、エントロピーセンター。エントロピーセンターよりは逆再生のことをちゃんと考えないといけなかったから、こっちの方が逆再生味わいゲームとしては面白いと思うかな。一部ちょっと想定外ではないものが出てきちゃって、未だにその答えは俺の中でもやっとしてます。なんで光ったり光ってなかったりするの？え？何これ？一回解いたからもう入れないし。あれこれステージセレクト。ここ押したら今のとこ入れんのかな？違う。なんかもうエンディング見るだけなんだ。ニューゲームが選べるわけでもない。ちょっとここわかんないな。俺、ここの謎解いてないな。その、巻き戻しがテーマのゲームだから、なんかニューゲームは選べなくてみたいなのを仕込んでくるのかなと思ってたけど、それは関係なく普通にバグの可能性もある。そんなことある？俺がただただ単純に選べない。エンディング見たからニューゲーム初めて選べるというわけでもないしな。なんかちょっと細かくわけわかんないです。まあでも、楽しい方だと思う。まあ、想定会とか他の人の解放はちょっと後で調べてみますよ。なんか変だったね。というわけでお疲れ様でした。楽しかったです。トータルは。